すぎた。こんにちは。ということで、エアホッケーを作りましたよ。なぜかというと、昔、こんな疑問がありました。エアホッケーって結局、ゴールの前で往復しとけば強いんじゃね？つまりこういう感じです。皆さんも一度はやったことありますよね。思考停止でがむしゃらに往復作戦。今回はこれの強さを検証するために、強い相手として人工知能を鍛えます。企画名的には、鍛え上げた人工知能と思考停止往復作戦はどっちが強いのかということでまずは AI を育てます。強化学習を使い、いつものように複数環境で効率化を図ります。学習の仕方ですが、赤と緑のマレットを一つの脳に接続します。この両者が敵対し、お互いに高め合っていくことでエアホッケー脳が育っていく感じですね。マレットは、黄色のパックをセンターラインの向こう側に弾くことで微小報酬をもらい、相手のゴールに入れることで大報酬をもらいゲームリセットです。ゴールに入れられた方は、マイナスの報酬を受け取ります。そしてマレットは、自分やパックの速度や、レーザーを発射することで周りの環境を認識します。レーザーが衝突することで、センターライン、壁、敵のゴール、自分のゴール、パックまでの距離や方向がわかります。そこから自分の状況を把握し、次に動くべき行動を決定しながら学習が進みます。まあこれだけではなかなかうまくいかず、過去に何回か挫折しました。そして、今回細かい調整を何度も繰り返しながら、試行錯誤していき、たまたまこんな挙動をするモデルが出来上がりました。いい感じにパックを相手フィールドに持っていってますが、スピードの問題やセンター付近に留まってしまう問題があります。なので、貴重なこのモデルを種にして、また工夫しながら改善していきます。マレットが移動可能な範囲を狭め、マレットとパックの限界速度を速くしました。かなり熱い攻防を繰り広げるようになりましたね。さらに磨きをかけまくっていきます。そして出来上がった今回のエアホッケー AI がこちら。これ、早送りじゃありませんよ。お互いに一歩も譲らず、見逃してもゴールに入らなさそうな時は見逃してるように感じます。近づいてきたパックを、ただ防いでいるのではなく、ちゃんと弾き返してスピードを乗せていることもわかります。ここでようやく赤が1点入れました。ゴール。レーザーを表示するとこんな感じ。もちろん、緑の敵がいなくなるとパックはゴールに入るようになります。ゴール。ということで、人工知能の方はこれで出来上がりとしましょう。では、本題の対戦に入ります。往復する方はこんな感じ。動かす速さは、マレットの最大速度とし、赤のマレットの最大速度と同じです。なので、マレットの速さに有利不利はありません。対する相手はこちら、人工知能、マレットくんです。レーザーで環境を認識し、行動を決定します。思考停止往復マンとは大違いですね。真ん中の部分は見にくいので、表示だけ消しておきます。それでは、5本先に取った方が勝ちとして、やってみましょう。スタート。ゴール。ゴール。往復作戦、弱い。人工知能すごいですね。全然勝てる気配がありません。また負けました。パバックの最大速度を遅くしても、打ち返せる回数は増えましたが、結局、マレット君のゴールに入れることができないので負けました。仕方なく、往復する方の速度を、マレット君の最大速度の3倍に増やしましたが、それでも全然ダメです。スローにしてみるとこんな感じ。まあでも、往復する速さをどんどん上げていけば、いつかは勝てそうなので、実質私の勝ちですね。弱い。人工知能が100点取るまでに、単なる往復運動は何点取れるのか垂れ流しておきます。